こんにちは、キキナナです。今日は余り糸の消費ということで、家にコットンデニム一玉とあと少し残っていたので、こちらで楕円底のちょっと入れ物を作っていこうかなと思っています。作業するときにちょっと何か入れておくものを作っていこうかなと。全然無計画。コットンデニムのカラーナンバーが3番ですね。で、4号から6号なので、今回は6号針を使っていきます。バーコードナンバーがこちらになりますね。セリアさんのものになります。で、ただ、楕円底の何か、もうシンプルでいいかなと思っています。カラーが可愛いので、20目、鎖編み20目で編んでいきます。で、鎖編み1つで立ち上がって、もう楕円底両端に3目ずつ増やす感じで編んでいきます。20目なので両サイドで3目ずつ増やして、細編みを真ん中上限なしで編んでいくところは18目、2目減らして18目っていうのを覚えておけば、ここだけ18回数えて編むと楽だと思います。楕円の編み方の動画を前にアップしてるので、そちらを説明欄の方に貼っておきますので、もし楕円が苦手な方とか、まあ、よかったら見てみてください。楕円を、楕円の編み方っていろいろあるとは思うんですけども、私はこの編み方が一番わかりやすいっていうか、目数を変えて編むよりも、その円の半分って感じで考えて編む方が私は自分の中で分かりやすかったので、この編み方でいつも編んでいます。私は楕円とかを編むときに結構裏山を取ることが多いです。でもこれは好みなので、裏山を取る方が私は分かりやすいって感じで裏山を取るようにしてるんですけども、別に裏山じゃなくても、鎖半目と裏山とか、鎖半目の一目だけで、逆にこう編むときには裏山と残りの鎖半目っていう編み方、いろいろあると思うので、編みやすい方法で編むのがいいと思います。必ずこれじゃなくちゃいけないっていうのは私の中では、私が説明している動画ではあまりないので、もう結構やりやすいようにストレスなく編むのがいいんじゃないかなと思います。他の本だったりとか他の動画だったりとかは分からないんですけども、こうじゃなくちゃダメよっていうのもあるかもしれないし、編み方によっては裏山じゃなくちゃダメとかっていうのもあるとは思うんですけど、ただ普通に編む場合だと好きな感じで、私の動画
てはですね、編みやすいやつで編むのがいいと思います。私はもうかぎ針を習ったことがないので、必ずこれっていうのがわからないから、もう習った時があるとか、あとは視聴者さんでも講師の方もいらっしゃったので、全然私より上手い方がたくさんいらっしゃると思うので、で増し目、次の段では増し目ですね。増し目をしながらどんどん楕円底を編んでいきます。はい、楕円底9段まで私は編んでみました。サイズの方が18センチぐらいになってます。でここから前に模様編みのちょっと丸い小物入れをアップしたんですけども、それの編み方で編もうかなと思ってます。最初のところはどうしようかな、筋編みで細編み鎖編みで一つ飛ばして、細編み鎖編み一つ飛ばしてっていうのをやっていきます。でその小物入れの編み方はリンクを、あれやっとか、説明欄の方に貼っておきます。どのくらいの高さまでできるのかがわからない。余り糸とか何にしようかなって考えてる糸の消費みたいな、もう消費をしないと買うだけ買ってどんどん溜まっちゃってるのでちょっとやばいんですよね。でまたあるくせに新しいのが欲しくなる。で細編み鎖編み細編み鎖編みっていうのを繰り返して一周編んでいきます。はい、ぐるっと筋編みで細編み鎖編み細編み鎖編みで編んで、細編み鎖で終わってます。で一目飛ばしてここの細編みの頭で引き抜いて、最初は鎖2目立ち上がりとあとは鎖一目っていう感じですね。はい、細編みの次鎖編みの下のところの向こう側の1本ですねに細編みで、また鎖編み向こう側1本で、前の段で鎖編みをしてるところは下の段の向こう側1本筋編みで編みたいので、向こう側1本だけ編んでいきます。で鎖編みで細編み向こう側1本ですね、鎖編みで向こう側1本のところに入れて細編み、これをぐるっと編んでいきます。で最後はさっきの逆になりますね。細編みで終わるって感じ。さっきは鎖編みで終わったんですけども、今度は細編みで最後は終わる。で鎖2目1目で立ち上がって鎖1つしたところ、鎖2目あるところが最初になるので、ここに引き抜き編みをして鎖編み1つで立ち上がって、今度は鎖2目の下、今度は筋編みじゃないのでもう頭のところに細編みで鎖編み、細編みが入ってるところの次に細編みで鎖編み
ごまみ、ここか、で鎖編み、でこれをずっと繰り返していきます。前に編んだのと同じなので、ちょっと黒だとこれは見づらいですね。で余ってる糸を消費なので、どのくらいの大きさになるのか全然見当もつかない。でこれだとずっと細編みを入れるよりも、細編み鎖編み細編み鎖編みなので、結構早く編み上がると思います。でこんな感じで、柄が全然目立たないけど、もう黒かわいいな。でずっと編んでいきます。細編み鎖編み細編み鎖編みの繰り返しで、あんまり高さは出なそう。でもちょっとトレーみたいな感じの小さなものっていうか、高さがあまりないものを作りたかったので、まあいいかな。で最後はどうしようかな、糸の余り具合にもよるんですけど、ねじり細編みか引き抜き編みかで口のところはやっていこうかなと思います。で細編み鎖編み細編み鎖編みで編んだら、次の段はその逆で、次の段はまたその逆っていう感じで、もうぐるぐる編んでいきます。はい、9段ぐらい編んできました。3.5 センチぐらいの高さになってます。で結構少なくなってきたので、ちょっと心配なので、ここで一周細編みを入れていきます。普通に頭の部分の細編みと、あと下の段に細編み、これも動画の方で説明をしていますので、小物入れの方でよかったら見てください。どのくらいで終わりになるっていうのがちょっと不安ですよね。あの中の厚紙が見えてくると、あれそろそろ終わっちゃうなとか、あと一周編めるのかなとか、ちょっと不安になってきたり。で全部編み終わって結構残ってると、あと一周編めたじゃんって思う時もよくあります。もう最後の方でもうギリギリでなくなっちゃうのもちょっと怖いので、ちょっと余裕を持って終わりにして、細編みを一周ぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと細編みを入れてきました。でそしたら前の動画と同じようにねじり細編みをしていきます。根元からくるっと回して細編み、糸を持ってきてくるっと回して細編みという感じで編んでいきます。結構ね、ねじり細編みが難しいっていう方もいらっしゃったので、もうそれは縁取りは好みですよね。バック細編みの方が編みやすい方はバック細編みでもいいし、
あとはバック細編み、ねじり細編みが苦手な方は筋編みでもいいし、このまま終わりにしてもいいと思うし、いろんな編み方が口でできると思うので、それはもう好みだったり自分の編みやすい感じで編んでいくといいと思います。でぐるっと一周、私はねじり細編みで編んでいきます。はい、ぐるっと編んできたので、ここでカットして一処理をしていきます。ちょっとそこの部分が薄いから、もう一枚同じものを作ってそこに貼ってもいいなってちょっと思ってます。でも同じ色がないから、白っぽいものとかなんかないかな。はい、できました。入れ物の方はこんな感じ。高さがだいたい4センチのものになります。幅が8センチぐらいで、こっちは17センチぐらいのものになってます。でちょっとタグをつけていこうかなと思います。グルーガンで、あーごめんなさい、ちょっとタグをつけると雰囲気出ますよね、なんとなく。よし、これはダイソーさんの合皮かなんかのあれだったかなに切って、リリナナのスタンプを昔でもないか楽天の方でそういうオリジナルスタンプを作ってくれるところがあって、そこで作ってもらいました。で自分のもう布でも何でも押せるので、一つ何か自分オリジナルのスタンプを持ってると作品を作った時に結構いいと思います。はい、ちょっと底の方を同じものを作って中に敷いていこうと思います。グルーガンでちょっと貼っちゃおうかなと思って、ちょっとペラペラしてるのでグルーガンと同じものをつけるとちょっとしっかりするかなと思います。でこれもコットンデニムで20目スタートの9段まで編んできました。でもビシッと貼っちゃいます。
はい、できました。結構しっかりしていいと思います。でグルーガンを使ったので余計ピシッとする感じ。こんな感じです。黒いいですね、かわいい。でタグも効いてる感じがしていいと思います。で何か色々しまっておくのにちょっといいかなと思います。円底で小物入れ、この編み方で小物入れを紹介したんですけども、楕円底でも使えるのでぜひ作っていただけたらなと思います。タグをつけたりとか、あとは底の部分をグルーガンとかでつけるとまたしっかりしたり可愛かったりするので、ぜひいろいろアレンジしていただけたらなと思います。ちょっと作って満足です。かわいい。では今日は余ってる糸で以前作ったものの応用編ということで、こんな感じのも感じのを作ってみました。よかったら皆さんも作ってみてください。ではリリナナでした。